パトリシア・アン・ボイドは、イギリスのモデル、写真家、ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンの初妻。ハリスンのサムシング及び、ホーユー・ブルー、クラプトンの愛しのレレラー・ワンダフル・トゥナイトや、ベルボトム・ブルースといった、ラブソングにインスピレーションを与えたとされる。サマセットのトーントンにて、コリン・アン・ラングドン・ボイドとダイアナ・フランシス、ドライス・デールの間に生まれる。長女であり、コリン。 ヘレン・メアリー、ポーラの三人の妹がいる。ボイドは彼女自身のお気に入りの人形の名前から、ヘレン・ジェニーと呼ばれていた。パイロットであった父が、第二次世界大戦での負傷により、イギリス空軍から除隊された後、1948年から1953年の間、ボイドは、ケニアのナイロビで生活した。両親は1952年に離婚し、 母ダイアナは1953年にタンガニーカにてロバート・ゲーマー・ジョーンズと再婚。その後二人は四人の子供を連れてイギリスへと帰郷する。夫婦はその後デビット・ジェイビーとロバート・ジュニアの二人の子供を設けた。彼らはパティの義兄邸にあたる。パティ自身は修道院付属の寄宿学校に1961年まで所属した後、1962年に ロンドンへ移住。ロンドンでファッション雑誌にスカウトされ、モデルとしての活動を始めた。初仕事は、エリザベス・アーデンのシャンプーの宣伝だった。しかし、作家のマイケル・グロスの取材では、美容師志望のパティは、エリザベス・アーデンの経営する富裕層向けのビューティーサロンでシャンプー係として勤務していた時に、ファッション雑誌の関係者にモデルになることを勧められたと書かれている。 1962年からファッションモデルとしての活動を開始。ボイドはややデッパであったため、当初はカメラマンたちに受け入れられず、中にはモデルたちはウサギに似てなどいないというものまでいた。しかし数年の活動を経て、モデルとして受け入れられ、ロンドン、ニューヨーク、パリで活躍した。撮影は主にデビド・ベリーやテレンス・ドノバンが行った。1964年には、 防具のイギリス版及びイタリア版の表紙に登場。ジョージ・ハリスンの恋人になった後は、クロリア・スタバーズから、シックスティーン・マガジンへの連載の話を持ちかけられる。1960年代の人気モデルであるツイッキーは、1966年にモデル業を始めた際、ボイドのスタイルを参考にしたと発言した。1964年、19歳の時にハリスンと出会う。 きっかけは彼女がビートルズがやってくるや、やと、やと、にビートルズファンの女学生約で出演していたことだった。しかしボイドは一年にわたって交際していたエリック、スワインと婚約寸前であったため、彼への愛情から最初のデートの誘いは断った。一方で彼女はハリスンは今まで出会った中で最も美しい男性だとも語った。最初に、 ハリスンが彼女に言ったことの一つは、結婚しないかいだった。ボイドが笑ったため、ハリスンは、じゃあ、結婚してくれないなら、今夜夕食でもどうと言ったという。数日後、ボイドが映画の撮影に呼び戻された時、ハリスンは彼女を再び誘い、そこで彼女は、スワインとの関係を終わりにすることを決めた。二人の、初めてのデートは、コベントガーデンにある、 ギャリッククラブとエプスタインの出席のもと、ボイドはハリスンと結婚。ジョン・レノンとリンゴスターは妻と共に海外旅行に逃れ、二人の結婚に関するジャーナリストたちの調査を交わしていた。パティはジョージとの生活をキンファウンスにて始める。二人は後にエプスタインと共に休暇を取り、フランス南のエズ近くにあるキャブエステルに滞在した。 1966年9月、レノンがスペインでジョン・レノンの僕の戦争を撮影している間、ハリスンとボイドはシタールの名手であるラビシャンカルの客人としてボンベイに滞在しており、1966年10月23日にロンドンに戻ってきた。1967年8月24日、かねてから東洋神秘学に関心があり、 スピリチュアルリジェネレーションムーブメントに参加していた、ボイドはビートルズをインドの神秘論者マハリシ・マヘイシュヨーギーと合わせることを思い立つ。結果として彼らはバンガーを訪れ、彼と交流を持つこととなった。1967年6月25日、ボイドは我らの世界での愛こそはすべての放送に参加。1968年、 インドのリシケ事シュにあるマハリシのアシュラムをビートルズが訪れた際にも同行した。ハリスンはイングランド北部の保守的な労働階級出身であり、妻は家にいるべきだという考えであった。そのためボイドはモデルの仕事を減らしていた。このことが離婚の原因であった。レノンとミック・ジャガーもまたボイドに惹かれていたと発言しており、ジャガーは1980年代当時の恋人であった。 ベイベビューエルに彼がボイドを数年にわたって誘惑したがダメだったことを告白している。1973年、ボイドは後にローリングストーンズのメンバーとなるロングットと浮気をし、そこでハリスンとは破局した。ボイドによると、ハリスンは病気という名目で彼女との休暇の約束を取り消し、ウッドの妻であるクリシーを誘ってサルバドールダリに会いにスペインに行っていたという。 しかしハリスンはクリシーと関係を持ったことは後に否定している。ボイドの弁解は、ハリスンがクリシーウッドとスペインに行っている間、彼女は妹のポーラと共にバハマへ旅行しており、その時にロンウッドが同行したいと言ってきたというものだった。ボイドとウッドはロンドンに帰るとすぐ記者たちに嗅ぎつけられ、1973年11月25日に二人の ことが報道される。ボイドは、ハリスンの宗教への加熱と性格の変貌が、取り返しがつかないほど、彼女を遠ざけたと述べている。その後、1974年の6月に離婚。ボイドは、ロサンゼルスにいた妹のジェニーのもとに身を寄せた。1960年代の終盤、クラプトンとハリスンは、親しい友人となり、作曲やレコーディングを共に行うようになった。 クラプトンがボイドにレンボの女王を抱き始めたのはこの頃とされている。クラプトンはまたボイドの17歳の妹のポーラにも惹かれ、彼女自身も彼に惹かれていた。しかしポーラは愛しのレーラを聞いてクラプトンの元を去った。クラプトンがポーラを姉の代わりとしか見ていないことがその曲から明らかであったからである。1970年代の前半に 彼女がクラプトンの誘いを拒絶したことで、彼はヘロイン中毒に陥り、アリス・オームズ・バイ・コアと3年間放浪したとボイドは語っている。一方で、クラプトンのデレクザ・ドミノス時代の唯一のスタジオアルバムである、愛しのレイラは、彼のボイドに対する愛を表明するために書かれたものであった。アルバムは同名曲、愛しのレイラを収録しており、 この曲は二つのバージョンが共にヒットした。ロイドと過ごしていた1977年6月、スイスのベッジコーンのアイシャルシアターにてライブを行うクラプトン二人は1979年に結婚。外面的には完璧なカップルであったが、結婚生活はいさかいに満ちていた。ロイドは飲酒及び薬物の使用を認めているのにもかかわらず、クラプトンとは違い彼女は、 アルコール依存症や薬物依存症になることはなかった。ロイドはクラプトンがアルコール依存症の治療に取り組まなくなったことで彼の元から去ったと述べている。その後彼女は写真家のウィル・クリスティと付き合うようになる。1984年にクラプトンはイボンヌ・ヌケリーと1年にわたって関係を持ち、1985年の1月に彼女との間に娘のルースが生まれた。 クラプトンとケリーは娘の誕生について一切公表しておらず、1991年に行われたクラプトンの息子のコナーの葬式まで彼の子供と明かされなかった。ボイドは最も傷ついたのはエリックが最初から子供のことを知っていたこと。彼はまだ私を愛していると復縁を迫る一方でイボンヌに養育費を6年にもわたって支払っていたのボイドは、 クラプトンのアルコール依存症と結婚前から始まっていた幾度もの浮気を数年間、耐えた上で彼と離婚したとしている。結局、クラプトンのイタリア人モデルのロリデル・サントとの浮気が決め手となり、クラプトンとボイドは1989年に離婚した。ロリデル・サントは1986年にコナーを出産していた。また、ボイド自身は体外受精を試みたにもか,かわらず、 妊娠することができなかった。ロイドとクラプトンは離婚原因を不定行為としている。二人の関係が散々なものだったのにもかかわらず、二人は、その後数年にわたり、友人であり続けた。彼女が撮影したハリスンとクラプトンとの日々の写真展、スルーザーイオブ、エイミューズが2005年のバレンタインデーにサンフランシスコアートエクスチェンジで開かれている。展覧会は2006年の2月に、 サンフランシスコで同年の6月から7月の6週間にわたってロンドンで再び行われた。また2008年にはカリフォルニアのラホヤにあるモリソンホテルでも展示された。2008年9月にはダブリンのギャラリーナンバーワン。2008年の11月12月にはカナダのトロントのグレートホールにて展示されている。同展はまた2009年12月に オーストラリアのシドニーのブレンダーギャラリー2009年12月28日から2010年1月10日までにはバルバドスとランカスターグレートハウスにて展示された。また、ボイドの自伝であるプルーク・ワンダフルトゥデーが2007年8月23日にホッターヘッドライン社から観光された。アメリカではワンダフルトゥナイトとして2007年8月28日に ハーモニーブックスから刊行され、彼女の写真を同梱している。次元には95万ポンドが前渡し金として支払われた、ジャーナリストのペニー・ジュノとの協調である。この企画を聞いた彼女と交友関係にあった有名ミュージシャンたちは、今まで世間に知られていなかった彼ら自身の不名誉な話や様々な悪行が表沙汰になるのを恐れて戦々恐々だった。 しかしながらボイドは、訴状に上がった有名ミュージシャンからの高額な名誉、既存訴訟を恐れて自制したため、衝撃的な暴露ネタはなく、かなり穏便な内容になっている。2007年、ボイドは、ウェストサセックスの17世紀に建てられた小別層に暮らしており、彼女の自伝とクラプトンの自伝の販売競争を楽しんでいると言われる。アメリカでは、 ボイドの本はニューヨークタイムズのベストセラーリストに初登場1位となった。ボイドはハリスンのビートルズとしての楽曲サムシングにインスピレーションを与えたと主張している。この曲はフランク・シナトラにここ50年で最高のラブソングと言わしめたほどであり、ハリスンの代表曲と呼ばれている。ボイドはハリスンがサムシングを彼女のために書いたと言ったとしているが、二人が離別した後は、 ハリスンは、レイチャールズのための曲を考えていたと言っている。ボイドはまた、ベルボトム・ブルースにもインスピレーションを与えたとしている。伝えられるところによれば、クラプトンがマイアミへの旅行帰りに、彼女にジーンズをプレゼントした後にこの曲を書いたということである。これは、同アルバムの、愛しのレイラにも現れている。曲名はクラプトンが、友人から聞いたペルシアに伝わる。 報われない愛の物語、ライラとマジュヌーンから取られている。1976年9月7日、クラップトンは、ポール・マッカートニーとリンダ・マッカートニーの年一度の、バディホリーパーティーに出席する際、ボイドの準備が済むのを待っている間に、ワンダフルトゥナイトを書いた。ワンダフルトゥナイトについて、ボイドは、私は何年も、あの曲に傷つけられているわ。エリック、その前はジョージに、 ああいう曲を書くインスピレーションを与えたことは私にとってとても嬉しかった。ワンダフルトゥナイトは二人の関係を最も強く思い出させるの。だからうまくいかなくなってしまった今では聴くことがとても苦痛だわと言った。ありがとうございます。